東京タワーは日本の東京都港区芝公園にある総合電波塔の愛称である。正式名称は日本電波塔。創設者は前田久義。1958年12月23日竣工。東京のシンボル、観光名所とされる。日本の東博士とも称される内藤達浦によって設計された。高さは333メートルと、 広報されており、海抜では351メートル。遠足の中心を基準とした、遠足の間隔は88.0メートル。総工費約30億円、1年半と、延べ219,335人の人員を用して完成した。地上125メートルと223.55メートルに、展望台を有したトラス構造の電波塔である。 昼間障害標識として、頂点より、木赤色と白色を交互に配した塗装となっている。テレビ及び FM ラジオのアンテナとして、放送電波を喪出、また、東日本旅客鉄道の防護無線用アンテナとして、緊急信号を発信するほか、東京都環境局の各種測定器なども、設置されている。完成当初、当時日本一高い建造物だったお化け煙突を、 抜いて高さが日本一となったなお、高さ日本一だったのは、1968年6月26日に、小笠原諸島が日本に返還され、南鳥島、ロランタワーと伊王島ロランタワーに抜かれるまでの約9年半と、津島のオメガタワーが解体されてから、東京スカイツリーに抜かれるまでの約11年間である。なお、自立式鉄塔に限れば、 東京スカイツリーに抜かれるまでの約51年半は日本一の高さだった。2020年現在は東京スカイツリーに次ぐ日本で2番目に高い建造物である。なお、重量については約4000トンとされる。東京タワーの建て主は株式会社東京タワーであり、管理並びに運営も同社で行っている。1957年5月、 大阪の新聞王と呼ばれ、当時産業経済新聞社、大阪放送各社の社長を務め、後に関西テレビ放送の社長にもつく、前田久義が日本電波等株式会社を設立。久義はタワーの完成と、ほぼ同時の1958年、産経新聞社を国策パルプ工業社長の水野、茂雄に譲として、その経営から手を引いたが、 日本電波塔とラジオ大阪の経営には引き続き、携わった。この結果、日本電波塔は、当時の産経新聞グループはもちろん、その後の富士産経グループからも、完全に切り離されて、前だけ主導の同族企業となった。その名残で、産経新聞グループから離脱する直前の1957年10月、文化放送や日本放送などとともに発足した。 中央ラジオテレビ健康保険組合に、機関会社の一社として2019年現在でも、加入している。また、ラジオ大阪も2005年に、富士山系グループ入りするまで、前だけ主導で、独自の経営をしていた。久吉は、タワーの建設候補地として、千葉県富津市六谷山に山林を取得しており、これを有効活用するため1962年に、マザー牧場を開設し、 参加に収めている。この関係で、2009年に、マザー牧場や日本電波塔の関連会社が、同県木更津市のコミュニティ FM であるカズサイ FM の株式を取得し運営しているほか、同市や機密市を中心とする地域で整備され2010年1月に、経営破綻したカズサアカデミアパークの再建スポンサーを、同年8月から、日本電波塔、マザー牧場、 ホテルオークラグリーンコアの各社が務め、経営再建を行っている。1964年には、敷地内に東京タワー放送センターを建設し、同年開局した日本科学技術、振興財団テレビ事業本部に賃貸した。この建物は、事業を承継したテレビ東京が1985年まで本社として使用していた。テレビ、 東京天王洲スタジオ完成後の2000年より日本電波塔による自主運営となり2005年7月には子会社東京タワー芝公園スタジオに移管され2012年に閉鎖されるまでテレビスタジオとして利用されたなお東京タワースタジオ閉鎖後内部改装を施し東京タワーメディアセンターに名称を変更2019年1月時点でも営業を 続けている。また1960年代に東京タワーへのアクセスとして、日本電波塔自ら浜松町、東京タワー間1.2キロに、モノレールの付設を計画したが、これは実現しなかった。東京タワーは、FM 東京の大株主でもある。キス FM 神戸の経営破綻による新会社、兵庫 FM 放送に、東京 FM とともに19.2%を出資。 また2010年10月1日現在、FM 大阪の株式20%に出資している。2018年12月23日、東京タワーの開業60周年を機に、運営会社の称号を株式会社東京タワーに変更。翌2019年10月1日には、株式会社東京タワーに変更した。1961年頃の東京タワー。 東北地方太平洋沖地震の揺れにより曲がった先端のアンテナ部分東京タワーの建設前、放送事業者各社局はここに高さ153から177メートルの電波塔を建設、次局の塔から放送を行っていた。これらの高さだと放送電波は半径70キロ程度しか届かず100キロ離れた調子や水戸では満足に電波を受信することができなかった。 また受信アンテナには指向性があるため、チャンネルを変えるごとに、アンテナの向きを各電波塔の方向に変えなければいけないという不便が生じた。さらに、鉄塔の乱立は都市警官においても好ましい状況ではなく、当時郵政省の電波管理局長であった浜田重則をはじめとする関係者の中で、電波塔を一本化する総合電波塔を求める機運が高まっているところ、 放送事業の将来性に着目した前田久義と鹿内信隆の各々によって計画され、間もなく両者の計画は一元化された。他の計画案もあったが、高さ300メートルを超える案は東京タワーのみで、次に高いものは200メートル級であり、放送事業者の既存の限られた土地を利用するため、展望台のないスリムなものであった。浜田はパリのエッフェル塔を超える、 世界最大の塔を作り、そこに展望台を設けて集客すれば、建設費は10年で、元が取れると考えていた。建設地は安定した電波を供給するために、巨大な電波塔の建設が可能な、広さと強固な地盤を有していること、魅力ある展望台のために工場などの煙が、景観を妨げないことなど厳しい条件が求められた。 当初は上野公園付近への建設も検討されたが、海抜18メートルの高台にある港区芝公園地区は基礎を打ち込むための東京歴草地盤もより浅いところにあり、国の中枢機関や各放送事業者との距離が近いなど、行動と観光の両面に恵まれた立地であった。増上寺の境内は25区画に分割された公園に指定されており、日本電波等株式会社は、 紅葉山と呼ばれる、以前紅葉館という高級料亭のあった区画を購入した。土地の買収は、増上寺の段下総代に、前田が日本工業新聞の社長時代から信仰があった池貝翔太郎がおり、増上寺との間を取り持って、用地買収を成功させるよう働きかけた。また、芝公園四丁目地区の周辺一帯は、建物倒壊危険度、火災危険度、 避難危険度を示す地域の危険度特性評価において相対的に危険度の低い街を示すトリプル a の評価を得ており防災面でも電波等の立地に適していることが後に判明した。タワーより西側の住民は飛行機の衝突、交通渋滞、ゴミの増加、環境が悪くなり子供に悪影響があるのではないかとタワー建築に反対の姿勢であった。東側は 当時の国鉄浜松町駅からタワーへ向かう客により、潤されることを期待した。この塔の建設に先立ち、日本電波塔株式会社が設立された。そして、建築設計の構造力学を専門とする学者で、戦艦大和の鉄塔や、名古屋テレビ塔や大阪の通天閣の設計も行い、さらに数十本に及ぶラジオの電波塔を設計した実績があり、 日本の塔設計の第一人者である内藤多中及び日建設計株式会社が共同で塔の設計を行った。内藤は当時話題を提供していたドイツのシュトゥットガルトテレビ塔を参考に鉄筋コンクリートの塔を想定した検討を行うが特に基礎に関して敷地の関係などかなりの混乱が伴うとの判断から鉄塔で計算を進める方針となった。 前田久義は建設するからには世界一高い塔でなければ意味がない。1300年も前にすでに高さ57メートルあまりもある立派な塔が日本人の手でできたのである。ましてや科学技術が進展した今なら必ずできると高さの意義を強く主張した。設計の条件としてアンテナを含めた塔の高さが380メートルで高所に展望台を設置し、 等のもとに5階建ての科学館を作ることを挙げた。東京全域に電波を送るには380メートルの高さが必要と推定されていたが、380メートルと想定して計算すると風の影響で、アンテナが数メートルも大きく揺れると計算され画像が乱れる可能性が高かったため、先端のアンテナの揺れを数十センチ程度に抑え、放送に悪影響が起きず、かつ、 関東地方全部を守備範囲にできるギリギリの寸法について様々に計算したところ、全高333メートルという数字が導き出され、偶然3が続く語呂合わせのような高さになった。この高さはフランス・パリのエッフェル島の312メートルより21メートル高く、当時の自立式鉄塔としては世界最高という条件を満たしていた。 当初は最上部で風速90メートル、下部で風速60メートルの強風と大地震に遭遇しても安全なように軽量化に有利な電気溶接ではなく重量がかさむが当時では確実な技術としてリベットによる接合での構造設計がなされた。風力係数は当時の建設省建築研究所の亀井勲教授に依頼し風洞実験を行った。 地震力はまだ静的解析の時代であり、鉄塔では風圧力の方が支配的であったこともあり、建築基準法の地震力算定法通り、K イコール 0.16H400 を水平振度として適用した。解析、計算はすべて手計算で、トラスの解放として一般的であったクレモナズ解放とカスティリアーノの定理が使用された。 構造計算書の最終チェックは、自身の設計事務所の田中いよいよ、久尾、日券設計の鏡西吉とともに、熱海にある、早稲田大学の保養所、総科記者に3日間缶詰状態で行われた。設計を終えた内藤は、どうかね、こんなに、素晴らしい眺めはないと言った。後に、立体骨組みモデル応力解析ソフトウェア、フランで体力を検証しているが、 かなりの精度で一致していた。また加藤を務む溶接研究処理事長による東京タワーの構造安全性についてによって東京タワーの構造の信頼性は高いという第三者評価を受けている。当時の建築基準法では建築物の高さは最大100尺以下と決められていたがタワーは工作物とみなされ建築が可能となった。当初、 地上約66メートル付近にビアレストランを設置する計画だったが実現されることはなかった。これはレストランにすると建築基準法に抵触したためと考えられている。1957年5月から6月末までの約45日間でボーリング調査を行った時点で設計は未完成であったが短期間に完成させなければならないため6月29日に 増上寺の墓地を一部取り壊して、すでに設計の決まっていた基礎部の工事が開始された。7月15日に最終的な設計図が完成し、9月21日には鉄骨の組み立てが始まった。施工はゼネコンの竹中工務店。東大加工は新三菱重工、松尾橋梁。鉄道建築は宮地建設工業が受け負った。現場指揮官は直前に、 NHK 松山放送局電波等を担当していた同社の竹山正明。現場でのヘルメットの色は白。監督管理関係、木、竹中公務店の社員、緑、鉄塔建て方、関係、灰、設備関係で色分けされた。基礎は、海抜零メートルの砂利層まで掘り下げて、コンクリートを打ち込み直径が二メートル、長さ十五メートルで底の直径が三点五メートルの、 コンクリート製の円柱を一脚に8本打った。遠足には、カールソン型応力計を埋めておき、足を支えるための支柱を、オイルジャッキで持ち上げて、足の傾きを調節する際など、各遠足に加わる重量の計測に利用している。タワーは足を広げた形をしているため、重みで、足が外へ広がろうとする力が加わるが、直径5センチの工房20本を各足に、地中で、 対角線上に結んで防いでいる。高さ40メートルのアーチライン最上部までは、長さ63メートルのガイデリックを使用し、次に80メートルまで組み立てるため、ガイデリックを地上53メートルのマンモス針までせり上げ鉄骨を組み立てていった。80メートルからの組み立ては、エレクターを用いて、鉄骨はエレベーターシャフト内を持ち上げていった。 当客4本が地上40メートルでアーチ型に組まれたのは1957年12月だがアーチ中央部が加工の段階で設計より15ミリ沈んでおり量の結合ができずに1週間原因究明に時間を費やしたしかしこの問題は鉄骨に開けられていたリベットを差し込む穴を15ミリずらすことで解決した高所までの移動は 80メートルの足場まで4分で、上り2メートル四方のゴンドラ3台で対処した。高さ141.1メートル地点まではリベットで、組み立て、それ以上は防錆のため部材に、亜鉛メッキを行ったことで、ボルト接合になっている。ボルトは閉めた後に溶接して固めるが、夏場の鉄塔は40から50度まで上昇し、飛び職たちを苦しめた。 リベットは1 6 8千本、本指名ボルトはアエンメッキ部材の現地接合に4万5千本使用している。アンテナの設置は当初、名古屋テレビ塔や東京スカイツリーのように塔体内を釣り上げる予定であったが、アンテナ工事は台風の多い9月に開始されたため、工事が遅れてしまい、アンテナを上げる前にエレベータ設置工事を始めないと、工期に間に合わなくなってしまった。 そのために、アンテナは、塔本体の上に30メートルの仮設鉄塔を組んで、仮設鉄塔の一面を開けておき、八つに分かれたアンテナ部材を、下の部材から順に、塔の外側から吊り上げていった。塔体内では吊り上げた部材に、順次、ボルト接合を施して組み立てていき、1958年10月14日15時47分、アンテナが、塔頂部に据え付けられた。 現場飛び職人は初期に20人。仕事が増えるにつれ常時60人。タワー上部では6から7人で組み立てを行っていた。若頭は当時25歳の気流五郎。気流はタワー完成翌日に建設中に見合いをした女性と結婚式を挙げた。建設には渡り、職人も参加している。当時の飛びの平均日給は500円。タワーでは750円だった。 高さを増すごとに強風に苦しめられたが、納期があるために、風速秒速15メートルまでは作業を実施した。しかし建設中の1958年6月30日10時に登っていた飛び職一人が、強風に煽られて高さ61メートルから転落死し,し、ふもとにある増上寺で葬儀を行っている。 着工から1年3ヶ月後の1958年12月23日、延べ人員219,335人にて完成し、鉄塔本体の最上部に建設に携わった96人の技術屋たちの名前が刻まれた金属製の銘板が据えられた。総工費は当時の金額で30億円であった。合計約4,000トンの工材、平方ミリメートル、 アンテナ支持台、SHT52 相当品幸福強度325ニュートンマイメートル平方メートルが使用されたが、その中でも特別展望台から、上の部分に使用されている鉄材の原料には挑戦。戦争後に、スクラップされたアメリカ軍の戦車約90台が、使われている。これは、当時の日本では良質の鉱材に恵まれず、また、 アメリカにとっても修理するより旧式戦車を売却して新型戦車を製造した方がメリットが大きかったためである。これがバラエティ番組トリビアの泉素晴らしき無駄知識で取り上げられた際に東京タワーの特別展望台の上はさらに特別なものだったと形容されている。タワーの高さは標高18.000メートルを地盤面としているため 東京湾中東庁位からの値を使用している。タワーは、丘陵地に立っており、正面は1階が、出入り口で駐車場出入り口は2階に位置している。そのためどの部分を基準としているのかがわかりにくく、タワーを訪れても、基準となる目印は特に見当たらない。一方、タワーの立面図を見ると、地盤面は、フットタウン1階の床と同一に見える。 東京タワーの名称は完成直前に開かれた名称審査会で決定した。事前に名称を公募し、最終的には86,269通の応募が寄せられた。一番多かった名称は昭和党で、続いて日本党、平和党だった。他には当時アメリカとソ連が人工衛星の打ち上げ競争をしていたことから、宇宙党、皇太子、 明キ親王新能の成婚が近いということで、プリンストーという応募名称もあった。しかし名称審査会に参加した、徳川無生がピタリと表しているのは東京タワーを置いて、他にありませんなと推挙し、その結果1958年10月9日に東京タワーに決定した。東京タワーでの応募は二十三通であり、抽選で神奈川県の小学校五年生女子児童に、 賞金10万円が送られた。東京タワーの完成に先行して開局していた NHK 総合テレビジョン日本テレビ放送もラジオ東京に解消。以下 TBS テレビはそれぞれ自局の敷地に電波鉄道を建設してテレビ放送を行っていた。そのため当初は1959年に新たに開局した NHK 教育テレビジョン。 日本教育テレビ富士テレビジョンが利用していた。翌1960年に赤坂の TBS テレビと清井町からの送信に変わっていた NHK 教育テレビも合流した。当初は NHK と民放6局のアンテナを東京タワーに一本化するはずだったが、調整の段階で日本テレビが採算が合わない、アンテナの配分が不満だという理由で不参加になった。しかし、 実際は、テレビ業界の派遣を競う産経新聞創設者の前田久義と読売新聞中高の祖であり、日本テレビ創設者でもある、勝力松太郎との対立と言われる。東京タワーの完成後も、日本テレビは、工事町の自社敷地内のアンテナから電波を発信し続けていたが、他局に比べて放送エリアが劣るのは否めなかった。そこで、同局は、 自社の所有地である新宿に東京タワーの2倍もの高さを持つ電波塔、勝利キターの建設を計画して1968年5月10日に発表。ボーリング調査や東京都に建築申請書を提出している。さらに NHK も NHK が民放に高級施設を借りた例がない。そんなことをしては、 調子者に責任が持てないと1969年7月2日、渋谷の NHK 放送センター敷地内に高さ600メートルの電波塔を建てる計画を発表する。これを受けて、放送事業の監督官庁であった当時の郵政省は、利害関係者である日本電波塔を交えて話し合うことを指示するが、日本テレビはあくまでも実行すると発表。しかし、勝利規模うつぼの 翌1970年にメインアンテナを工事。その際、TBS が自社の予備スペースを日本テレビに譲ることでメインアンテナのスペースを確保している。これにより全放送局が東京タワーに集約された。勝利期マイクロ波事件も参照第8回塗り替え塗装中のタワー。2002年7月撮影第9回塗り替え塗装中のクリスマスイルミネーション。 2007年12月撮影建設時の塗装は、地上から H14 までは鋼材を工場にて、サンドブラストしてから下塗りまで塗装し、現地搬入時に2回目の下塗りをした。接合部のリベット頭、部材エッジ部はあらかじめ下塗り塗装による増し塗りが行われ中塗り、上塗りにはル酸樹脂系塗料を用いて6行ほど行われた。H14 から、 H27 までは、工場にて鋼材を3洗いしてから、溶融アエメッキを施し、現地搬入、剣型、本締めボルト接合後に、ジンククロメート系サビ止めペイントを塗装した。中塗り、上塗りは、鉄鋼材と同様である。また、建築当時は、インターナショナルオレンジが、サビ止めの円端と間違えられ、完成した後も、最終的には、 どのような色になるのかまだペインティングの途中だと思っている人がいた。東京湾からの潮風による腐食の防止とインターナショナルオレンジの発火現象が目立ち美観を保つ上でほぼ5年に一度の周期で約1年かけて外観塗装を補修しており、1回目は磯辺塗装が担当し2回目以降は平岩塗装が一貫して受け負っている。平岩塗装の平岩隆雄会長は 前田久義から会うたびに、鉄は、錆びさせてはあかんからな。大事に守ってくれと言われている。鉄塔本体の塗装工区は、大展望台を境に二つに分け上部は秋に、下部は翌年の春に施行している。作業時間は、日の出から営業を開始する9時までに限定されていたが、現在は7時を過ぎると通勤者が増えるため、2時から7時までの5時間で、作業を行う。 最上部のアンテナを除く H27 の灯体の上から順に木製の丸太で足場を組み、まずケレン落としと呼ばれる下作業をして下塗り、中塗り、上塗りと三工程が行われるがこれはすべてハケを使い人の手によって塗られる。上部のアンテナは電波を送信するため足場を組むわけにはいかず、放送電波が停止した時間に職人がアンテナをよじ登って作業をした。 相塗装面積9万4000平方メートルに使う。ペンキの量は3万4000リットルとなり、延べ約4200人が作業に当たる。使用する塗料は一途缶に置き換えて、縦に積み重ねると、東京タワーの2倍の高さになる。金属ではなく木製の丸太を使用するのは近隣への防音対策と電波への影響を避けるためであり、丸太の総数は1万本以上となる。 以前にグラスファイバーのパイプを使用しようとしたことがあったが、ジョイント部分のクランプの使い勝手が悪く、木製の丸太に落ち着いている。また、塗装期間中のライトアップは、右写真のようにタワーに影ができる。塗装工事の最終日には、タワーのマークと職人一人一人の名前が刻まれた五百円玉台の記念メダルが職人に手渡された。全面塗り替えは、 1> 第1回が1965年、第2回が1970年、第3回が1976年、第4回が1980年、第5回が1986年、第6回が1991年、第7回が1996年、第8回が2001年、第9回が2007年に行われているが、その都度塗り足しをしているため、9回の作業で、 完成時より約1ト、mm、ル塗装が厚くなっている。その後、2013年頃に第10回目の塗り替えが行われ、2018年3月から2019年夏頃までの予定で第11回目の塗り替えが行われている。塗料の性能向上により、今後は塗り替えが7年周期に延長される予定である。航空法によりストロボのような 白色航空障害等を常時点滅させれば、現在のペイントを変更することは可能だが周囲には、住宅や高速道路があり、住民への迷惑、運転者への安全を考えると、ペインティングの変更は考えにくい。2008年現在は7等分の塗り分けだが、建設当時から1986年までは11等分に塗り分けていた。また、 大展望台の外壁は現在は白色だが、1996年まではインターナショナルオレンジだった。なお塗装作業の一部に、ビート、たけしの父である北野菊次郎が携わっていた。東京タワー入り口、展望台への入場チケットなどを購入できる。メインデッキ1階には一部にガラス張りの床があり、足元を眺めることができる。下から見る。 ルックダウンウィンドウクラブ333メインデッキのフロアマップランドマーク展示ガイドこの等の売り上げは観光による収入が5割を超えている。東京近辺を目的地とする修学旅行などにおける定番の行き先として定着している。開業翌年の1959年に当時、上野動物園が持つ年間入場者、記録360万人を大幅に抜き、 来島者513万人を記録。一時落ち込みはあったが、現在は年間300万人が来島している。タワーは地方や海外からの観光客が多く利用し、地元の東京都民は、東京タワーは、お登りさんが行くところと登ったことがないという人もいる。そのため日本電波等株式会社では、社員の意識改革を行い若手デザイナーを起用し、 イルミネーションなどを企画して、来島者数を増やした。2008年12月23日の開業を50周年に合わせ、以下の事業を行った。メインデッキメインデッキは、地上120メートルより上に2階構造で位置しており、フットタウン1階からの上りエレベーターは、大展望台2階に到着して、客を下ろす。帰る際は、メインデッキ一階から、下りエレベーターに乗り込むことになる。 53メートルと88メートルに避難フォローがあり、エレベーターが停止した場合には、低速運転でフォローまで移動し避難することができる。フットタウンとメインデッキを結ぶ階段は、土曜、9日宿日に一般開放されており、段の途中に段数の表記や看板が設置してある。途中でエレベーターに乗り込むことはできず、階段上り口付近には体調の悪い方は、 階段のご利用をご遠慮くださいと注意書きがある。階段を上り切るとシリアルナンバー入りの六ッン公認上り階段認定証が手渡される。下り階段は平日も開放されている。なおメインデッキとトップデッキを結ぶ階段は非常用であり一般客は利用できない。以前は展望台に有料の望遠鏡が設置されていたが現在は撤去され、 双眼鏡の貸し出しを始めた。また以前は、ガラス窓の下に小さな穴があり、そこから紙飛行機を飛ばす客もいたが現在その穴は存在しない。その他、大展望台は2002年4月のリニューアルまで、長望地点の看板の下部に広告を入れていた。メインデッキまでの車椅子利用は可能であり、AED はメインデッキ1階に設置されている。 展望台レイアウトの展示表記のほか、眺望の展示表記もある。コンセプトは、ゆったり楽しむ壮大な、東京の景色である。2018年6月の時点で、段階的に、リフォーム中。なお、大展望台は2018年3月3日に、改修とともに、メインデッキに改称された。トップデッキ特別展望台は、地上223.55メートルに位置しており、 当初設置されていた作業台はそのまま残されたものである。開業から10年間ほど放送設備や機材の倉庫として使われ、オープンは1967年7月になってからである。特別展望台からは都心をはじめ都内の街並みを一望でき、天候が良ければ、神奈川、埼玉、千葉の各県の街並みや富士山などの山々も見ることが、 できるが、天候その他の理由により営業を中止することがある。以前は入場の仕方が違い、入場料は大展望台の入場料に加算して支払う必要があった。入場チケットには番号が振られており、大展望台2階の天井に備え付けられている液晶ディスプレイにリザーブチケット番号丸までの方ご案内中です。これからチケットを購入するとふんなどと表示され、 入場制限を行っていた。現在は予約制である。特別展望台のトイレは、洋式で男性用、女性用が用意されている。公衆電話はあるが、売店、自動販売機はない。ゴミ入れはあるが穴が缶くらいの大きさのため、基本的にゴミは持ち帰りである。かつては大展望台2階からは、 風と光のプロローグというテーマで装飾された階段とエスカレーターを使ってトップデッキ行きエレベーターホールまで行ったが現在は違う。このため車椅子は利用できない。AED は設置されている。2018年3月の大規模修繕時に特別展望台はトップデッキに解消された。リフォーム後はジオメトリックミラーや LED 照明で美しく仕上がっている。 またチケットは事前にインターネットで予約するか、1階のチケット売り場で予約する形態になっている。観光する際はツアーをするような形態で、トップデッキツアーと呼んでいる。この際料金も値上がりしたが、東京タワーの社長は料金が値上がりしたが楽しんでいただきたいとしている。タワーの下にある5階建ての観光、娯楽施設で、以前はタワービルと呼び科学館でもあった。 タワーの重りとして設計されている。過去には、テップコタワーランドや、フジテレビタワープラザといった東京電力や、フジテレビのショールームも入居していた。現行施設、編集屋上大展望台への直通海岸や、チケット売り場が設けられている。晴天時には、大展望台から降りてきたエレベーターは、屋上で客を降ろす。4階5階5階には、テレビラジオの送信書がある。 部外者は立ち入り禁止。3階2階駐車場直通の出入り口とモスバーガー側に西出入り口がある。1階正面入り口があり、チケット売り場は外にある。地下管理事務所。部外者立ち入り禁止。地下2階は職員食堂。医務室には看護師が常駐し、週に2階時計以外の医師が来る。過去施設。 編集イルミネーションは1958年12月21日に実験的に灯され、開業から20日間毎晩点灯された。その後は日曜、祝日の前夜に点灯し1964年の東京オリンピック中は連夜点灯。これが好評であったために1965年のクリスマスイブから連夜の点灯となった。電球は、 鉄塔の四隅に5メートル間隔で250棟、配置していたが随時増えて行き、1976年には696頭となった。電球が切れた場合は、その都度交換しに行くのは手間がかかるため、ある程度切れたら交換していたがところどころ、光が途切れている部分は目立ち、ある芸能人から地方から東京に帰ってきて、タワーを見ると電球が切れていて、 気になると指摘を受けている。ランドマークライトタワーに直接光を当てることで、灯体を浮かび上がらせる方式を採用したライトアップで、1989年も飛びより実施している。時間は日没から深夜0時までの間。開業30周年記念により、照明デザイナーの石井美紀子に依頼し、昼よりも夜の方が綺麗だと言われるライティングを目指してデザインされた。 また余計な重量をかけず、エッフェル塔の半分の電気容量を目標とした。照明は、デジタルアンテナ部分12棟、特別展望台上部16棟、特別展望台から大展望台まで40棟、大展望台下部16棟、大展望台からタワービル屋上まで84棟、当客部12棟の計180棟で構成され以前は1日あたりの、 電気料金は2万4000から2万5000円ほどであった。季節に合わせてライトの色も変化させており春、秋、冬は暖光色の高圧ナトリウムランプのライトアップ、夏は涼しげな白色のメタルハライドランプの照明になる。また、イベントなどで違う色にライトアップする場合もある。照明の電球交換は当時、 幸い、アキラ電機が担当していたが1998年に解散。その後、加崎電機工事を立ち上げ、関電工の請負いとしてメンテナンスをしている。電球交換は8時半から始め16時半に終了し、切れているところはないか確認してから解散となる。取り替えた電球は次のシーズンに使っている。 ダイヤモンドベールダイヤモンドベール2008年12月1日より実施している新たなライトアップで50周年プロジェクトの一環。ランドマークライト同様、石井美希子によるデザイン。17段ある光の階層それぞれが7色に発色することができる LED を使用し、各色にはメッセージが込められている。20時から22時までの2時間限定のライトアップであり、 ライトアップスケジュールはホームページにて確認できる。日没からはランドマークライトが点灯して20時に消灯。ゆっくり、ダイヤモンドベールがライトアップされて22時に消灯。再度ランドマークライトが点灯される。このライトアップをテーマにしたラジオ番組が東京 FM で制作、放送されている。電気料金は2008年12月時点では、 過去に乳がん撲滅キャンペーンで桃色映画マトリックスリローデッドのプロモーションやアイルランドと日本の外交関係50周年の記念として緑色地上デジタル放送のプロモーションや世界糖尿病デーで青色のライトアップになったこともある。2000年から年末年始に大展望台の窓ガラスの外側に西暦の数字を装飾している。 時間は16時30分翌朝8時まで。ただし、大晦日は、西暦表示の切り替え作業のため、0時から8時までの点灯となる。2005年12月の地上デジタル放送のプロモーションで、地デジの文字や、2016年の東京オリンピック招致で、オリンピックの色を使った東京2016の文字を装飾していた時期があった。クリスマスには、大展望台に、 ピンクのハートが点灯される。2007年の第58回 NHK 紅白歌合戦では、総合優勝を決めるにあたり従来のそれぞれの審査カテゴリー別の得票最多チームをボールで数える玉入れ方式を行わず、東京タワーのライトアップによって最終成績を決めるという試みを行った。2008年クリスマスの期間中、毎日19時半に一旦、 ランドマークライトアップが消灯し大展望台にピンクのハートマークや大展望台から地上へつながるフラッシュライトがクリスマスソングに合わせて光のショー東京タワークリスマスライトダウンストーリーを展開するスポーツ大会で日本を応援する時や優勝した場合には特別ライトアップが行われる時があり夏冬のオリンピックパラリンピックで日本人選手チームが 金メダルを獲得したとき、2009年のワールドベースボールクラシックでサムライジャパンが連覇を決めたとき、サッカー日本代表が FIFA ワールドカップ南アフリカ大会出場を決定したとき、さらには2011年に FIFA 女子ワールドカップドイツ大会でサッカー日本女子代表が優勝したときには祝賀のライトアップを行った。2011年には 石井の提案により東日本大震災によって落ち込んだ日本を応援するべく大展望台に8400個の LED で頑張ろう日本の文字装飾を4月11日から16日まで行った。電力は太陽光発電で賄われその後ハートマークの装飾も実施した。また6月20日には世界難民デーに合わせ国際連合カラーにライトアップされた。 2013年7月18日から7月21日までの4日間は、同月19日から10月6日まで、開催の、富士子、会藤富士お天に合わせ、青、赤、木を基調としたドラえもんカラーにライトアップされた。また、9月3日のドラえもんの誕生日に合わせ、同年9月2日から9月4日までの3日間にも、再び同色にライトアップされた。 2015年11月15日は2日前に発生したパリ同時多発テロ事件への哀悼の意味を込めて東京スカイツリーと共にフランスの国旗と同じ青、白、赤にライトアップされた。2017年9月23日は当日に番組終了を迎えたテレビ朝日系スマションが番組開始から16年間東京タワーをバックに オープニングの挨拶をしてくれたことに対する感謝の意味を込めて、22時30分から2時間限定で番組テーマカラーである青色にライトアップされた。設備の点検、工事などの夜間作業が行われる場合を除き、ライトアップの照明は0時に消灯されていたが、東京タワーのライトアップが消える瞬間を一緒に見つめたカップルは永遠の幸せを手に入れるとの噂が広まり、 零時前になると、ライトダウンの瞬間を見ようとする多くのカップルが集まるようになった。これは、漫画、ブナガ島工作で、恋人の誕生日に、ケーキに立てるろうそくの数を一本少なく間違えた、主人公、島工作が、タワーの明かりを巨大なろうそくに見立てて零時の消灯と、同時に吹き消して見せるシーンがあり、これが、伝説の由来となっている、可能性が高い。 ライトダウンは施設管理部電気課の職員がスイッチを操作するが、アンテナの設備点検や工事があるために0時以降も、ライトダウンしないと、なぜ今日は消えないのかと、毎回問い合わせがあるため、現在は0時に消灯して、再度0時半頃に点灯することになっている。スイッチは回転式で大展望台の上と下を別々に操作することができる。ランドマークライトから、 ダイヤモンドベールに切り替わる際にもライトダウンを見ることができる。また2011年3月12日以降、東日本大震災のため実施的なライトダウンを同年5月10日まで終日行った。5月11日から13日の3日間は白色のダイヤモンドベールを実施し、その後は自然エネルギーを取り入れるなど、さらなる省エネに努め、ライトアップを再開している。 東京タワーから約 1.2km の距離にある世界貿易センタービル40階の展望室から焦点距離 45mm レンズにて撮影。左手前に増上寺、左奥に六本木ヒルズが見える。東京都心部にある観光地であり、地上 300m を超える光の塔となるタワーには写真撮影をする人が後を絶たない。人とタワーを一緒に撮影する場合、 敷地内ではタワーが近すぎ、また巨大であるために身をかがめて撮影する人々が見受けられる。子供を撮影するに至っては寝転がって撮影する人もいる。そのために東京タワーには正面入り口左側に記念撮影用の縦間板が設置されている。この写真は巡行となる2階で入り口側の2号到着付近で、 撮影されており、団体客の集合写真も2階で入り口付近で撮影される。正面入り口側からの日中の撮影では、逆光で顔が黒く潰れるためにフラッシュが必要となる。ただしその場合、タワーは暗く映るので注意が必要だが、最近のカメラは自動で逆光補正を行う機種もあるため HDR やオートで撮影するのも手である。 地上デジタル放送用の送信アンテナをどこに設置するかについては、多摩地区、上野地区、秋葉原地区などから誘致提案が出された。しかしサービスエリアや航空路との関係などの面でいずれも決定的ではなく、2003年12月1日からの関東地区での地上デジタル放送開始に対応する仮の措置として従来アナログテレビ放送を行ってきた。 東京タワーの施設を拡張する形で設置されることになった。このため大展望台の直下135から145メートルの高さに送信設備室を増築し特別展望台の上の灯台最上部に直径13メートル、高さ11メートルの筒型のアンテナを設置した。東京スカイツリーも参照デジタルテレビ電波はアナログテレビ電波に比べて送信所に近い地域では 受信電波障害の範囲が狭くなるが、送信所から遠い地域では、アナログテレビ電波同様に障害が発生する。2013年まで、東京タワーでは、地上デジタル放送波の送信を行っていたが、これは暫定的な措置であり、2011年7月24日の地上デジタル放送全面移行後、今後さらに超高層建築物が建設されることも、踏まえ、 東京タワーの高さでは受信電波障害の問題を解決できず首都圏域全てをカバーしきれないと言われていた。東京スカイツリーの建設、編集この問題は2000年代初頭からすでに想定されていたが2003年12月1日の地上デジタル放送開始には間に合わなかった。しかしその頃から東京タワーに代わる新しい電波塔の建設が検討され始めた。 候補地については、東京23区及び近隣の数都市が名乗りを上げて協議を重ねた結果、2006年に新透の建設予定地が墨田区押上にある東武鉄道の貨物奏車場跡地に決まりここに新透、東京スカイツリーを建設することとなった。2008年7月14日に着工し、地上デジタル放送への全面移行後の2012年2月29日に完成。 同年5月22日に開業した。高さは634メートルで、電波塔としては世界一を更新し、地上350メートル地点に展望デッキ、450メートル地点に展望回廊を設置する。建設費400億円。総事業費は約650億円。本放送は2013年5月31日9時に開始された。 東京タワーの処遇について、編集一方、東京タワーを管理する日本電波等は、2007年9月21日、放送局各局のデジタルテレビ完全移行後に、東京部にある、現在のアナログ80メートル回収案の場合、タワーの高さは変わらず、費用は約40億円で済むと言われ、各局の放送設備もそのまま流用できるなど、 東京スカイツリーの建設に比べると圧倒的にコストを低く抑えられた。なお材質には軽量の炭素繊維などを用いた場合、大掛かりな補強工事の費用は必要なく、改装費用はさらに減額することが可能であった。2010年9月27日、日本電波等は NHK 及び民放テレビキー局5社との間でテレビ送信の東京スカイツリーへの移行後、 災害時などで東京スカイツリーから電波が遅れない場合の予備、電波塔として東京タワーを利用する契約を結んだ。アンテナ配置デジタル放送用アンテナと特別展望を大発信される電波は関東エリアの半径 100km 圏を範中とする。建設当初からのアナログテレビ放送送信書はタワービルの5階にある。ただし5階は各放送局の送信設備などが置かれた。 機械室となっているため関係者以外は立ち入り禁止であり、保安上や安全上の面からも一般人の見学はできない。なお、2008年9月にフジテレビ1で放送されたバラ、スではフジテレビのアナログテレビ送信設備の一部が放送されたほか、2011年3月に NHK 総合 NHKBS2 で放送されたブラタモリでは NHK 教育テレビの アナログテレビ送信設備の一部が放送されている。また、2011年7月25日未明にテレビ朝日で放送されたアンニューススポーツや、同日朝に NHK 総合で放送された NHK ニュースをはよう、日本でも技術職員によるアナログ放送の完全停破作業のニュースが伝えられた際、それぞれのアナログテレビ送信設備の一部が放送されている。 さらに、2013年5月31日9時に行われた地上デジタル放送の東京スカイツリーへの送信所完全移転の際には、関東ローカルニュースにて東京タワーからの電波を止める瞬間の模様を放送した際に、各局のデジタル送信所の一部が放送された。地上デジタル放送用送信機、編集送信機は2層を使って設置されており、上階に NHK のテレビジョン放送2波分、放送大学と地上デジタル音声放送の実用化試験放送用、課会に民放テレビジョン放送5局分、それぞれの送信機を設置。なお東京 MX は単独設置であった。送信機は共通仕様に基づき設計された個体化水冷式で最大出力1 0ットが得られる。地上デジタル放送送信設備室は、 フットタウンと大展望台を結ぶ階段からでないと入ることができない。なお、前述の通り放送大学以外の局については2013年5月31日9時以降予備送信書となっている。地上デジタル放送用アンテナ、編集特別展望台とアナログ放送用アンテナ部分の中間、高さ260から280メートルのところに、 直径13メートル、高さ12メートルの円筒形のアンテナを設置した。これは、酸素子型2リットル総ループアンテナ5段15面4、系統と言われるもので、ループ型アンテナを構成するエレメントを10段30面に配置している。そして赤に塗装された上5段分から3波、白に塗られた下5段分から4波が送信される。このアンテナは前述の通り、当初は、 親局として使用されていたが、放送大学以外の局に関しては2013年5月31日9時以降は東京スカイツリーからの送信が不可能になった時の予備アンテナとなっている。放送大学も BS デジタル放送に一本化するため2018年9月をもって地上波での放送を終了しており、同年10月以降は東京タワーを親局として運用している。 地上デジタル放送はない。地上デジタル音声放送用のアンテナは、特別展望台の直下、高さ約245メートルのところに、プレートパラボラアンテナが設置されている。これらの設備追加により、等は420トンを、重量が増加したとの案内が行われていた。2001年、タワーへのアンテナ及び送信機室の設置に伴って、 構造安全性が再検討され2003年から2005年春にかけて塔の構造材に後半による補強と塔足一本につきコンクリート部位が2本ずつ増設された2003年の運用開始当初はアナログテレビの渾身を避けるため出力の抑制、指向性がかけられていたが穴穴変換による対策がこの地域で完了した2005年までに無指向性、所定の出力となった 地上アナログ放送用アンテナ、編集アナログ放送のアンテナは、東庁部から NHK 総合と教育、テレビ朝日、富士テレビ、TBS と日本テレビ、テレビ東京と放送大学の順で、東庁部から H27 までのゲイン等に設置されていた。ただし、東京 MX は、解説が放送大学より後なのと、県域放送のため一段低い場所にあった。保守。 管理をしていたのは電気工業。設計は同社の鈴田とよら新米ばかりの若いチームだった。アンテナは送信波長の関係から太くできないため直径17センチメートルのステンレス丸棒を溶接したものを使用していた。ここから送信された電波は160キロメートル離れた栃木県那須湯本まで届いた。 地上アナログテレビジョン放送の終了に伴い2011年7月25日、0時に送信を終了し、地上アナログ放送用アンテナは2012年7月までに撤去された。FM 放送用アンテナ、編集これらの放送局のアンテナは、頂上部の東京 FM 特別展望台直下の NHK、FM、インターフムの順に設置されている。特別展望台直下のアンテナは、 NHKFM、東京 f m JWAVE の3局が一つのアンテナを共用していたが、NHKFM と JWAVE については、東京スカイツリーに送信設備を移転。東京 f m も、後日の通り頂上部に移している。NHKFM は引き続き予備送信書として残るが、JWAVE は本社のある六本木ヒルズ森タワー屋上の予備送信書を、 継続利用するため使用されていない。以前は NHKFM とインターフムの中間に放送大学のアンテナが設置されていたが、前述のテレビ放送同様 BS デジタル放送への一本化のために2018年9月をもって地上波での放送を終了している。2013年2月11日より東京 FM のアンテナが NHK 東京のアナログテレビのあった タワー頂上部に新設された。当初の計画では2012年1月に従来の NHK アナログテレビのアンテナを利用して送信する予定だったが、前日の東日本大震災によるアンテナ破損があったため、旧アンテナを撤去して新設することとなった。インターフムでは開局時期が遅いこともあり、当初は地上150メートルの大展望台の直上という低い位置。 ラジオ日経の中継アンテナと同じ場所にあった。その後、首都圏の高層建築物の増加に伴って受信環境が悪化していたことからアンテナを従来より高くした上で、かつ同じ周波数では渾身が発生するため、同時に送信周波数7 6 1ヘルツを変更することとなった。二千十五年六月十四日に総務省から変更許可を受け、 同月26日より試験放送を開始30日18時より本放送を開始した10月31日まで移行期間として新旧周波数でサイマル放送を行い11月1日より送信周波数を89.7メガヘルツに一本化したこのほか以前は大展望台の直下に AM ラジオの日本放送の ラジオ中継用のアンテナがあった。テレビ中継改善設備、編集一般視聴者向けの放送アンテナ以外に、テレビ局は素材を遠方の取材先から演奏所に送るためのマイクロ波による中継システムを持つ。この塔には送られてきたマイクロ波を受信するアンテナが FM 用送信アンテナ群の直下から大展望台にかけて設置され、 遠隔操作で取材地方向に向けることができる。また、タワー自体による視覚ができるので、対抗する2箇所1組で運用。これらのアンテナで受信した電波は、映像専用の回線を通じて、各放送局の演奏所に送られる。また、キー局が共同取材で素材を融通し合う場合があるが、アナログ放送時代は、タワー分岐と呼ばれる作業により、 送信書への中継回線の予備回線を利用して各局に映像素材を配信できるようになっていた。デジタル放送開始後はネクシオンが提供する映像伝送サービスネクシオン h d 分岐に移行した。なお、光ファイバーによる大容量の伝送回線網が日本全国をカバーしたため放送局相互用マイクロ波回線は廃止された。予備用 編集アナログ VHF から移行した以下の7曲は2003年12月1日から本放送を行ってきたが2013年5月31日9時をもって東京スカイツリーに主送信書を移転したことに伴い東京スカイツリーから送信できなくなった場合の予備送信書に移行した常用編集予備用編集2012年4月23日の 放送開始から、主送信書を東京スカイツリーに移したため、東京スカイツリーから送信できなくなった場合の予備送信書に移行した。廃止日、2013年5月12日、2018年10月30日廃止日、2011年7月24日、廃止日、2011年3月31日廃止日、2012年4月23日、 2015年10月31日、2018年10月30日廃止日、2020年3月31日日本国外の建造物については東京タワーの高さを超える主要建造物のみ掲載。以前の写真、編集1963年4月15日に東京タワーを使用した社名として東京タワー観光バスが設立された。 同社は1969年10月2日に国際工業に買収され、1972年4月1日に合併された。関連会社東京タワーはその時代や東京という地理的背景を説明するためのシンボルとして建設以来実に様々な小説や映像作品の中に登場している。本校ではスータの作品の中からその一部を紹介する。 怪獣と東京タワーは縁が深い。最初に東京を襲った大怪獣はゴジラであるが、その際には東京タワーを破壊していない。しかし1958年の東京タワー完成後は、数多くの怪獣映画に登場し、特にテレビで怪獣ものが流れるようになってからは、頻繁に破壊されるようになった。なお、日本の怪獣映画のスターであり、 最初の映画怪獣でもあるゴジラが東京タワーを倒したという印象が広く浸透している。例えば、下記の小松左京の小説にも型通りに東京タワーを壊したと書かれてある。同様の例として、清原夏野の少女漫画作品であるゴジラサンドビ和リでは、リバイバルのゴジラを見に行ったかつてのカップルを描写したシーンで、 ゴジラが、うりゃ、という掛け声と共に東京タワーを叩き追っている場面が描かれている。これらは少なくとも、怪獣は、東京タワーを破壊する者のとのイメージが実在したことを示すものである。その他にも、三大怪獣地球最大の決戦、地球攻撃命令、ゴジラ対、海岸、ゴジラファイナルウォーズ、巨神兵東京に、玄ルなど多くの怪獣映画で、 東京タワーが登場し、かつ破壊されている。大展望台カフェラトゥールにある東京タワー2007東京タワーは開業当初から観光施設としての性質を持ちミニチュアやプラモデル、ペナント、絵はがきなどのお土産品が用意されていたが近年、上記の東京タワーや東京タワーおかんと僕と時々おとん、オールウェイズ3丁目の夕日などで別の意味で注目されるようになり、 一般の店舗での関連商品が登場した赤羽橋駅前のタワー表記 JR 浜松町駅看板東京タワーと増上寺があしらわれている道路沿いのバス停他近辺駐車場に計100台以上駐車化2011年度までのイメージガールに変わる新しいキャンペーンキャラクターとして2012年度より東京タワーアンバサダーを制定いずれも 東京タワーイメージがあるアンバサダーがパーソナリティを担当。ありがとうございます。